はい、どうも、毎度おなじみ、ゆうご .tv です。お届けするのは、アッシー、佐久間ゆうごでございます。はい。本日のテーマは、こちら。まずは、親を超えなさい。まあ、簡単に言うと、自分の親より賢く立派になれっていうことですね。はい。やっぱ今の自分がいるのは、ずっと過去遡ってルーツがあるわけで、そして今の自分がいる。だからその自分の親、その前の世代とかよりもずっともう進化して変化して、テクノロジーも進化して、今もコンピューターとかネットとか普及して、だん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 テクノロジーが進化していくにつれ、人間も賢くなっていかなきゃいけないと思います。だから、もし自分の子供が生まれたら、自分の子供は自分よりももっと賢く立派になってもらうように、まあ、教育するなりなんなりして、そうしてずっとずっとずっと続いてって、ずっと賢くなってって、この地球をどうやって平和に保つか、もっと地球を環境の汚染とかをなくしたり、地球を守るみたいなね、大きく言えば。そういうテクノロジーの進化によって、やっぱりいろいろな不便なことが解消されたりしているので、それにつれて人間も進化していかなければいけない。けど今、機械が進化するにつれて人間が退化しているような感じもします。やっぱり人間同士の触れ合いっていうのが一番人が成長する糧なんじゃないのかなとも思います。そんでもって、以前も話したと思うんですけど、ドリームキラーっていう言葉。ドリームキラーっていうのは、夢を邪魔したり、夢を壊したり、夢を諦めさせるような問題。問題？そんな感じの存在。例えば自分が、なんか、有名人になりたいと、ミュージシャンになりたいと、漫才師になりたい、画家になりたい、いい学校へ行きたい、そういうのを親とか周りの、親以外にも仲間とか、友人関係とか周りの人とかにそういう夢を語ると、大抵はそう言っても無理だよとか、現実を見ろとか、夢ばっかり見てないでしっかりしろとか絶対言われると思うんですね。そういう存在をドリームキラーと言います。そういうのを聞いて洗脳されちゃってるんですね。そういう言葉が無意識のうちに頭に入って、ああ、やっぱ俺はダメなのかな、やっぱり夢を諦めようっていう、そういう方向に、そういう傾向が出てきちゃうんですね、無意識のうちに。これも脳科学でもはっきり証明されてることで。そんでもって、そのドリームキラー、一番のドリームキラーはっていうと、やっぱり親なんですね。親が一番の身近、生まれた時からずっと一緒にいるわけですし、親が食べてるもの、飲んでるものとか、自然にそういうものを好んでいたりすると思うんですけど、そういうのも洗脳のうちに入るそうです。一度は経験したことあると思うでしょう。夢を諦めなさい。そんなのやっても無駄だ。お前には無理。なんでそういうことを言うかと思うと、今の自分の過去の過程しか見ていないからですね。それも過去のことしか、その記憶、情報がないから、そういうことを言われてしまうんですね。でも今から未来へ行くには誰もわからないわけですね。本当の自由っていうのは、自分がやりたいことをやりたいようにやることが一番の自由であり、一番の幸せ、幸福感が得られるんじゃないかなと思います。それを邪魔するのがドリームキラー。そのドリームキラーは一番が親。まあその他にも周りの友人や、まあ他の知らない人でも何でもそうですけど、そういう人の言葉に耳を貸しはいけないです。そういうのは聞き流した方がいいらしいですね。ぜひドリームキラーに気をつけて、自分のやりたいことはやった方がいい。やった後悔よりやらずの後悔。その言葉があるように、大体みんな、なんか有名人とか偉くなった人とかは、大体そういう反対を押し切って自分のやりたいことをやって、有名人になったり、ミュージシャンになったり、漫才師になったり、いい学校行ったり、自分の夢や目標を叶えてる。
だから自分の意思で、自分の思いで、自分の夢目標をしっかり忘れないでやることが大切だとこの本には書いてあります。ぜひ気になった方は、まあ、読んでみてはいかがでしょうか。あなたは過去の中で生きている。最新の脳科学と認知心理学で分かったのは、あなたの脳も親をはじめとする他人もすべて過去のあなたにとって重要だと思われる情報しか見えてないということです。つまり多くの人が過去を前提にした現在にしか生きていないのです。そう多くの人が過去の中で生きているのです。これでは思い通りの人生など望めません。なぜなら過去のあなたにとって重要だと思われる情報しか見えていないのですから、過去の延長線上の未来しか来ないのです。あなたが本書を手にしたということは、過去の延長線上の未来ではなく理想の未来の自分になるための方法を知りたいからです。ここで大切なことは、人は大抵の場合自らの意思ではなく他人の影響力の下に不十分な生き方をしているということです。自分の意思で成長や成功を遠ざけているわけではなく、あなたという人間について語る周囲の人々によっていつの間にか操作されてしまっているということなのです。ですからあなたには本書で紹介する TPIE を使って未来、理想の未来の自分になってほしいのです。もしかするとあなたの周りにはドリームキラーしかいないかもしれませんが、本書だけはあなたの味方です。こんな人に読んでもらいたい。実現したい目標がある。自分を成長させて理想の自分に近づきたい。やりたいことがあったのに周りから反対されてやらなかったことがある。面接や試験などで緊張のあまり簡単な答えを忘れてしまったことがある。今の仕事、今の収入に満足していない。人間関係、家族関係、男女関係、友人関係に悩んだことがある。自分に自信が持てないことがある。うん、すごい面白くためになる本なんで、気になる方は読んでみてください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いいたします。それではありがとうございます。